鉛筆デッサン、顔を描く。人の顔を描くのは難しく感じるものです。顔は頭部の一部。頭部を鉛筆デッサンするプロセスを通じて大事な点を見ていきましょう。まずは大きさ。画面での位置を検討し、どのくらい大きく描くかを定めます。余白との関係は絵画としての印象を左右するので、描き始めに意識しましょう。輪郭線を強く意識することなく、くるくると手を動かし、フォルムを感じて、モデルの顔の印象、イメージを意識しながら、大まかに顔のボリュームを描いておきます。人は皆、顔の印象が違いますが、実は共通している法則がたくさんあります。だいたい目の縦方向は顔の2分の1、左右では中心線を軸としてシンメトリーな美しさを備えています。人体骨格の法則にのっとり、ポイントとなる位置をチェックしていきましょう。輪郭はあくまでも確定するものではなく、短い直線やポイントを打つ程度の線で、印象的な形が変わっている頂点、直線的なポイントなど、位置決めをする程度で着目していきましょう。モデルには色味があります。さらに光源から届く光と影があります。今回はやや左上からの光が強めです。目、中、暗を頭部の形の中から発見し、ゴロンとした立体感を表していきましょう。眼下の上、眉のラインの骨は高くなっています。この下のエリアは眼球がない段階では、頬までは大方影になります。練りゴムをタッチ、光を入れて眼球のボリュームにも見当をつけます。鼻も同様に高いところを境に影となる色があり、光側は練りゴムで黒煙を取り光で探っています。鼻の下は最も強い影に見えるので、比率をチェックする際に目星になります。口は頬より突き出ており、立体的な構造の上にあります。口の中の空間から想像できます。丘の上に唇の膨らみがあるので、その下にも強めの影が見られます。口は横の一文字に見えがちですが、立体の上を横切っている様子を感じましょう。順に胸骨の位置を注意深く見ます。頬骨の位置と幅はモデルの骨格を大きく決定づけます。頬骨の側面は耳の穴から正面まで続きます。この辺りを起点に光がやや強めに見えているようです。見た目にはここまで明確に見えなくとも、稜線として認識し強めに捉えています。稜線は形が大きく変わるところで、光と影の明るさが変わるポイントです。周りとの関係で相対的に強めに形が変わるところであれば稜線と捉えます。
さまざまなところで稜線を発見してください。稜線は面の変わり目、つまりは柱のように立体構造を捉えるために必要な要素です。大小さまざまな稜線と微妙な差異の光と影の違いを表現するには画材にも慣れていく必要があります。画材の特性を知り自在に扱えるとその分観察が深まることもあります。素材が持つ色がどのような色でも光源との関係で光と影が現れます。髪の毛など色味があるところにも暗い中の微妙な陰影で立体感を表します。ただ黒いものは光沢が現れやすいので独特の艶やかさにも着目してみてください。眼球は膨らみ、色味、光沢、描きどころがたくさんですね。ミステリアスで描ける要素が多く奥深いところです。人体の構造、光と影、稜線の発見、色味と質感、指、練りゴム、ガーゼ、何でも使って観察を進めていきましょう。ここまでのことをベースにし、ほとんどの残りの時間はすでに描いたものを疑い続けること、心から理解して納得できるまで徹底して見つめていくことになります。さまざまな要素がバランスよく調和し、絶妙な加減を探っていく感性を持って追求を続けてください。